コルトン・ハータは、アメリカ合衆国のレーシングドライバー。父親は元レーシングドライバーのブライアン・ハータ。レーシングカート6歳の頃からカートを、始め、10歳の時にカートレースデビュー。アメリカ国内のカートレースを勝ちまくり、数々のタイトルを獲得。2013年にシングルシーターにステップアップした四輪レースに、以降2013年23歳で、 アメリカ西部地区の F2000 シリーズ参戦し、チャンピオンになって、翌2014年には F2000 のナショナルシリーズへ。その年にはアメリカを飛び出して、フォーミュラ BMW、アジアにも参戦した。2015年にはイギリスに渡って F4 にカーリンから参戦、4勝を挙げ、シリーズ3位。2016年もヨーロッパに残り、F3 にステップアップ。 前年同様カーリンから参戦。ユーロフォーミュラチャンピオンシップとイギリス F3 を中心に走り、主戦場のユーロフォーミュラでは4勝を挙げ、シリーズ3位。8月にはマスターズ F3 に参加し着外に終わるも中学生のうちに世界を経験し、様々なマシンを走らせた。インディライツ2017年はアメリカに戻り、 父ブライアンも参戦したインディライツに昔からの親友であるジョージ・スタインブレナー4世が立ち上げたスタインブレナーレーシングとアンドレッティ・オートスポーツの共同チームから参戦ルーキーながら三勝を上げシリーズ3位ルーキー・オブ・ザ・イヤーを獲得した父ブライアンとのシリーズ親子制覇がかかった2018年はアンドレッティ・オートスポーツから参戦したパトリシオ・オワードと一騎打ちとなり 中盤で4連勝するなどしたものの9勝を挙げた、オワードに負けて2位に終わる。2018年最終戦のその間に、オワードと共にハーディングレーシングから、スポット参戦。オワードが9位と前線をする中20位に終わる。2019年前年度に参戦した、ハーディングレーシングとインディライツ時代の所属だった、スタインブレナーレーシングの共同チームから、フル参戦。チームメイトはオワード。 開幕前のコタで行われた合同テストではトップタイムを叩き出し周囲を驚かせた開幕戦で8位入賞し2戦目コタで行われたインディカークラシック予選4位と好発進し決勝ではコーションの影響もあり運にも助けられて優勝グラハムレイホールの持つ 最年少優勝記録を大幅に更新する18歳11ヶ月と25日での優勝であった。初参戦となるインディ500では予選ではルーキーながらホンダ最上位となる5番手でファスト9入り。ファスト9、シュートアウトでもホンダ勢最上位の5番手タイムで2列目グリッドを獲得した。しかし決勝ではメカニカルトラブルで3周でリタイアし順位的には最下位であった。 第10戦のロードアメリカでは最年少記録を更新する初のポールポジションを獲得。最年少優勝記録に続き、0ホールの記録を大幅に更新する19歳と83日でのポールポジション獲得であった。第16戦のポートランドでは2度目のポールポジションを獲得するものの4位に終わる。翌2020年は、 アンドレッティオートスポーツと合流することを発表して、迎えた最終戦のラグナセカ。2000連続のポールポジションを獲得し、決勝でも危なげなく、逃げ切り初のポールトゥインで2勝目を挙げるも、ルーキー・オブ・ザイヤーは、未勝利ながらコンスタントに入賞をしていたフェリックス、ローゼン・クビストに譲った、インディライズ・インディカーシリーズ・インディ500。ありがとうございます。